アドルフ・シュレーター、エードルフ・シュロードトル、アドルフ・シュロードトルとも、1805年6月28日から1875年12月9日は、ドイツの画家、イラストレーターである。ブランデンブルク州のシュエット、オーダーで生まれた。版画家の家に生まれ、1820年から、ベルリン美術アカデミーで、版画家のブッフホルンに学ぶが、海外に展示、1827年から、 ベルリンの美術アカデミーで学んだ後、1829年にデュッセルドルフ美術アカデミーに移り、フリードリッヒビルヘルムシャドウに学んだ。1839年にデュッセルドルフの画家、イラストレーターのアルビネ・ホイザーと婚約し、1840年に結婚した。妻の姉妹、ルイーズ・ブスタとアデリーヌ・イェガーも画家として活動した。1847年から、 デュッセルドルフの月刊誌、デュッセルドルファーモノセフトのイラストレーターとして働き、1848年から1849年は、フランクフルトで、政治家、作家のデトモルトの著作の挿絵を描いた。1854年に、デュッセルドルフに戻り、かつて画家のヨハン・ビル・ヘルム・シルマーが住んだ家に住み、ルドルフ・ビークマン夫妻や、カール・フェルディナンド・ゾーンといった画家たちと親しい隣人になった。 1859年にカールスルーエの工芸学校の教授になり、その仕事は1872年まで続けた。娘のモルワインはカールスルーエで教えた学生で、後にベルリン美術アカデミーの校長となったアントン・コンベルナーと結婚した。ありがとうございます。